1968年の阪神タイガースでは、1968年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、藤本定義監督の8年目のシーズンである。藤本監督は、打線の強化を図るため広島へ移籍した山内和弘の穴埋めとして、ウィリー・カークランドを獲得し、また前年まで近鉄の選手権任監督だった小玉秋都氏が移籍するなど、 積極的な補強を行った。投手陣では2年目の江松豊をはじめジーンバッキーや村山実る和光富を前年最優秀防御率の近藤正俊が控えるなど盤石でチームは優勝が期待された。しかし前年と違って開幕ダッシュに失敗するとその後も勝ち星を増やせずチームは苦戦を強いられた。 後半戦になって、ようやく借金を返済し9月には2位に浮上。9月17日からの大巨人4連戦の初戦を、江夏の脱三振賞でものにすると、翌日のダブルヘッダー第1試合は、聖保守、辻義則のサヨナラ本塁打で勝利。第2試合はバッキーが、巨人の王貞治に危険球を投げつけ、それに激怒した荒川博コーチを横打するなど、大乱闘に発展。 二番手ゴンドが王の頭部に支給をぶつけて、再び両軍乱闘かと思われたが、巨人の川上哲二監督は、ゴンドはわざとぶつけるピッチャーじゃないと言って、ベンチから出た選手を呼び戻した。最後は、長島修雄がゴンドから怒りの一発を放ち、これが響いて、第二試合は、阪神が敗戦。19日の試合を勝って、巨人と同率で首位に立つも、 バッキーの負傷で先発駒不足に陥ったチームは、次の直接対決を一勝二敗で落とし、4年ぶりの優勝はならなかった。チーム防御率2.67とリーグ1位だったが、本塁だ。打率ともにリーグ5位だった。シーズン終了後、藤本監督は、恒例のため優待し、後藤次男ヘッドコーチが公認となった。ありがとうございます。